卵料理といえば基本的に目玉焼きを作ることが多い。しかしスクランブルエッグの気分の日もある。今日は挽きたてコーヒーとともに最近買ったトースターでトーストを焼いて素敵なモーニングを送りたい。今作っているのはドレッシング。ドレッシングのコツは少しとろみがつくまでしっかりと混ぜること。卵は2個使用。いつ食ったかもう覚えてないけど、昔どっかのホテルのモーニングで食べたスクランブルエッグの味が忘れられない。牛乳を大さじ1入れる。塩とホワイトペッパーを再び混ぜる。最初は時間のかかるウインナーから。少し水を入れて炒める。あー、コーヒーのいい匂いがしてきた。ポタポタという音が心地よい。近所のパン屋で買った食パン。やっぱりトースターがある生活っていうのはいいもんだ。いい焼き加減。ささっとフライパンを拭いたらバターを投入。溶けてきたら卵を入れる。火加減は弱めの中火くらい。30秒ほど経ったら大きくかき混ぜる。火を止め皿によそう。ドレッシングをかけてトーストにバターをのせたら、スクランブルエッグモーニングセットの完成。いただきます。まずはコーヒーから。今日も美味しく入れられた。スクランブルエッグ、うん、うまい。トーストにバターを塗って、これこれ、とろーりふわふわスクランブルエッグ。昔食べた味に近い気がする。ウインナーもうまいし、パンのサクッと香ばしい感じも良い。サラダがあるとやっぱり嬉しい。トーストにスクランブルエッグを乗せて、うま好き剣心。パンとコーヒー、スクランブルエッグにウインナーにサラダ。朝からこんなに作るのは手間に感じる人もいるかもしれない、でもコーヒーの匂いに気分が上がったり、パリッとできたウインナーをかじれば作ってよかったなと思える。料理が楽しいと思える瞬間である。ごちそうさまでした。まあ今は昼過ぎだから全然モーニングじゃないけどね。最後までご視聴ありがとうございました。